さあ、聞きたかったような聞きたくなかったような。こんばんは。こんばんは。今日2人なんですけど。ほうほう。アランちゃんと俺ね。はい。あ、なんか僕これサブやらせてもらって、はい、多分1年半ぐらいなんですけど。ほう。初めてかも。この好き好き具合の。初めてかな。初めて。2人でやるの？2人で初めて。なんか逆に僕呼んでもらって時はあるけど。うんうん、こうやって正式にサブでやらせてもらうようになってからは初めて。聞いてますか？聞いてますよ。聞いてますか？はい。だからいつもなんかこうガヤガヤしてるので、はい、ちょっと寂しいんですけど、あれですか？いや、こんなもんでしょう。こんなもんで。今日もあれだったんですよ。本当はまあ世間がいろいろあって。なるほど。はい。今日はちょっと遠慮しておきますと。そうなんですよ、はい、じゃあ僕らは何なんだっていう。いやいやいや。ねえ、おとなしくしてませんけど。まあえて人集めるのはね、はい、まあそうなんですけど、そのね、そのせいもあってか今かけた。そうなんですよ、はい、まあね、いろいろございまして、はい、大変ですよね。ホワイトスネークさん、皆様、10月に来日予定だったものが3月に延期になり、延期になり、それがまた延期になりということで、まあ、そういう意味でこういう形で書けるのはちょっとどうだったかなと思いつつ、はい、ラジオではね、せっかくなんで書けましょうという。本来だったら、はい、今日3月10日はですね、はい、岡山市民会館、はあ、今頃いるはずだったのに、ライブが終わった直後ぐらいだったんじゃないかなと。ということはホテルもキャンセルしてるという。そりゃそうでしょう。来てない、来てない。ホテルもキャンセルしてるという、うん、大変ですね。そうなんですよ、世間は。まあこれね、楽しみにしていらっしゃった皆さんも本当に多いんじゃないかなと思います、はい、東京ドーム3月12、13、それから東京国際フォーラムでも予定されていましたし、名古屋では刈谷総合市民文化センター大ホール3月20日金曜日、これ祝日だったんで、本当に楽しみにされた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これキャンセル全部。そうですね。チケット代いくらですか？高いんじゃないですか。1万円ぐらいですか？どうだっけな。ざっと計算してください。ざっと計算してください。いくらなのっていう。本当に見ましょうか。はい、ざっと、これですね、いくらですか？あ、すいません、ここでは分かりません。あ、分かりません。まあ1万円として、はい、お客さんが1500人したとしたら、はい、いくらですか？いやいや、T シャツ買ったり、そう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 、タオル買ったり、もうね、大変ですわ。そうですよ、このエンターテインメント業界。本当そうなんですよね、はい、僕らの周りでも中止にやむなく、はい、という方もたくさん大勢いらっしゃいますし、ゲストの方々ね、今まで出ていただいた方々も皆さん苦労されてるんじゃないかなと思いますし。そうなんです、中止中止って、はい、この間僕ら喜んで行ってきましたけど、セックスカムリもう最後東京は中止に、ね、なってますし、あれはあれいつでしたっけ？延期ですね、すいません。あ、というかそのこの間名古屋で、はい、マシンガンズさんとカンムリさんはいつでしたっけ？先週。あれまだあれ、その政府からの中止するっていうのが出る前、前ということは2週間以上は前、うん、ぐらいです。前ですね。ギリ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 政府だったみたいな。ただもうどうなんだろうって言い始めてる頃でしたね、はい、大変ですわ。僕も今日ここ来る前に、はい、某イベントさんの社長さんと喋ったら、ええ、もうお手上げだわと、滑れるぞ会社と言っておりました。言っておりました。イベント業界本当大変、はい、大変ですね、もう本当にですね、はい、大変です。先月セックスカムリツアー見えてよかったなと思うんですけど、はい、まあ、東京も延期になっているというところで、あ、はい、まあそれでも頑張ってやっていきたいなと思いますけど、はい、ツイッターとかね、アーティストの皆さんの見てると大変だなと思いながら、そう、全部中止全部中止見てるんですよ。僕よくお世話になってるスペードボックスさんとか、はいはい、エレクトリックリーランドさんとか、
もうみんな中止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 って全部書いてあるので。なるほど、うん、あらま、そうですね、頼みますよ。まあ、アルバム出たばかりのヒートも僕ちょっと楽しみにしてはいたんですけれども、ああ、まあ、名古屋公演ないので東京大阪だけですが、こちらはまだ、中止の連絡が入ってないんじゃないかなと思うので、まあ名古屋にはね来ないのであれですけども、はい、全国的には、中止がいっぱいある中で、はい、これまたねもう一つ、はい、あの僕どっちかって言ったら80年代の、はい、まあ、ハードロックももちろん好きなんですけど、はい、あのニューロマンティック世代なんで、はい、その中の一つかな、このバンドというかユニットというか、うん、ね、これも中止になってしまった。まあ決してハードロックヘビーメタルということではないんですけど、ね、僕はオールジャンラーなので、僕もこれあの僕中学生の時でしたけど、これ流行ってたんで聞いてましたよ、はい、ね、アーハーのアーハーのアーハーみたいなアーハーってどんな名前だろう、よくわかんないけど多分ですよ、多分、はい、ハードロックヘビーメタルだって喜んでいただける僕らのような世代の方には、はい、アーハーといえばアーハーいやいや俺はね、いや俺はどっちかというとこっち、まあでもまあ半々ぐらいかな、うん、うん、でもこのねアーティスト様もまだやってらっしゃったんですね、再結成したんですね、はい、ということで、はい、めちゃくちゃ懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい、多分僕ら世代は多分知らない、多分バンドっていうかこのアーティスト名知らなくても、うん、曲は絶対聞いたことある、多分ハードロックヘビーメタル好きな人も好きじゃない人も、うん、どうだろうこれ、で聞いたことあるでしょ、30年以上かな、もう、はい、80年代を音楽漬けで生きてた人は絶対知ってますね、絶対知ってますね、 MTV でももうバン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 流れてたんで、本当ですよ、あの PV もどんだけ見たことか、はい、僕ももうあのマイケル・ジャクソン並みに見ましたマイケル・ジャクソン並みに見ました、ね、当時は本当に流行ってた、じゃあ懐かしのナンバーをランちゃんからご紹介いただきましょう、はいはい、ではですねアーハーでテイクオンミー、うわ懐かしのアーハーテイクオンミー、はい、よく覚えてますこれ、全然僕はめっちゃ聞いてました、なんとアーハさんも本来なら、はいはい、今日そうなんですよ、3月10日火曜日、今調べたね、今東京がかかってる最中に調べたね東京ドームでコンサートが、うん、今日明日と2日間あらま繰り広げられるはずだった、はい、チケット代1万円としたらまたそう5000人来たとしても、いやいや東京ドームで5000人ないでしょ、5000人来たとしても5000万円どうすよ、1万人来たら1億円、はい、だから2日だったら2億円のチケット代だけでだよ、東京ドーム1億人ってことはないんじゃない、いや1万人ね、1万人のでそうすると1日チケット代だけで1億円2日で2億円僕は一生もうあと一生あと まだ分かりませんよ何おっしゃってるんですか、あ宝くじ当たっちゃったとか何おっしゃってるんですか、まだまだ分かりません、うん、そうもうほらもう2億円とかの損害だほら、いやいやもっとですよこれ、あそのチケット代だけでね、はい、プラス何件グッズの売り上げとか、いやだってね本来ならアーハー見て明日もアーハーだって言ってる人からすると今日なんかお祭り騒ぎじゃないですか、そうそりゃもうね、はい、何事もなければ夜繰り出して飲んでる人もいればディスコに踊ってる人もいればディスコあればね、ディスコあればね世代的にはそんな人たちまあそうなんだけど、ライブハウス行く人いないでしょ、うん、アーハーが好きな二十歳であんまり聞いたことないんで、そうね、うん、うん、でストライク知ってた、いや知ってますよ、アーハーでも生まれる前でしょこれ、全然生まれる前です、うん、でも知ってるという、うん、僕カルチャークラブさんです、あおカルチャークラブの名前が出る、どっちかっていうとそっち系です、でストライクまだ若いのにカルチャークラブの名前が出るとすごいね、そうだって俺が中学生の時だよ、でも知ってますよ、うん、多分デストロイヤー君生まれてもないし、うん、まだお父さんの中にもいない、お父さんの中にもまだいないっていう、まだどういう意味か考えちゃう存在自体が生まれるかどうか分からなかったぐらいの、そうね、この世に生まれるべきかどうかまだ分からない、分からなかった時代のアーティストだよカルチャークラブって、
うん、僕も大好きでした。まあでもね、これ現役で歌ってらっしゃるのも聞くのも楽しみじゃないですか。これはこれで聞きたかったなと、ね、どんなライブをしていただけるのか見たかったなと思いますけど、はい、そうですね、まあ、あれから30年、30年もっといってる、いや30年、いやもうちょいで35年ぐらい、ね、ちょうどほらバーン、これバーンがね、これバーンがこれ見たら35周年って書いてあるんですよ、うんうん、すごい3月号だからちょっと古いけどね、うん、僕は15歳の時からバーンできてたっていうなんですよ。じゃあ俺は12歳。はい、そうなんですよ。俺が中学生になった時にバーンが創刊されたんだね、きっとね。そう、いやこのさ、話それるけどさ、うん、2ヶ月連続のオリジナルカラーコラボレーション、バーン創刊35周年記念でオリジナルビールが販売決定、販売しとるんですよ、これ飲みたいと、うん、これあのファズでファズで、はい、ハッさんがやってる店ね。でこれ仕入れればいいじゃん。じゃ普通に買うことになるじゃないそれ。だから普通に仕入れるんじゃなくて、仕入れじゃないでしょ、普通に買い、普通に買って、でこれあの普通に1本いくらだ、1本で680円なんです。これはもう2月14日から発売されてるから、はい、いつまでまだ買えるんかな。まだ買える。で、で680円で売ってるからファズは1本1000円で売るの。え、そう。でただこれ瓶ってあの飲み屋さんって瓶って回収されるじゃん、うん、だけどこれはもうそのまま差し上げます。持って帰る。いやこれね、あの変な話だけど、うん、いやどうかな、まあ、あいやって感じだけど、ラジオ聞きましたって言ったらこれが出てくるみたいな。あ、バーン、うん、どうビール。いやだからそれ、だからあつさん店で仕入れとかなきゃ。いや仕入れれればね、仕入れれば普通に買うことはできると思うんで、多分店長と相談しとくわ。あとね、バーンのグラスも別で売ってるので、それも買うの？それも全部買って、いいじゃん、あつさんの店でにさ、こうやって後ろのこうあのねボトルが置いてある棚に全部バーンのこのボトルをガガガガって10個ぐらい並べて、まあ実はファズが俺の店なんですって言ったことないけどね。ああ、今言っちゃ、あ、ダメなの？いやいやいいっすよ。ダメなの？はい、ああ大丈夫です。そうそう、それに置いとけば。いいんではないかと。バーンか、このビール、うん、いいね、はい、それでビール飲みたくなっちゃうでしょ、うん、飲みたくなっちゃう、うん、やっぱね、ああいう飲み屋さんとかも風評被害じゃないけど、そうなんですよ、みんな皆さんね、大変ですよね、大変なんで、ホテル業界もそうですし、まあ、どこの業界だけっていうこともないですね、はい、もうどの方も大変ですし、僕の知り合いのね会社の方も、はい、社員の方がということでちょっとびっくりしましたけど、気をつけながら行ってあげましょう。行ってあげましょうって偉そうに、俺が偉そうに言うのもなんだけど、お店に、え、お店に、お店に、まあそうですね、はい、はい、じゃないと気をつけながらって難しいけど、難しいけど、難しいけど、まあ皆さんで集まることなくというと変ですけど、でもちょっとね、まあ分かるんですけど、ライブハウスがここまで叩かれちゃうのはどうかなと思って、うん、たまたまね、たまたま最初に大きく取り上げられちゃったので、まあそうですね、きっかけになったのは事実ですし、確かにまあ密集する場所ですし、人と人がほぼね、袖で触れ合うぐらいの、ひょっとしたらギュンギュンでみたいなところもありますし、こんなこと言ったらパチンコ屋、もしパチンコ屋から発症しちゃってたらパチンコもすぐ隣にいるよ、あのお客さん、うん、そうですね、そう、たまたまパチンコじゃなくて、まあ、どこもそうなんですよ、もちろん発症していい場所なんてないですし、うん、感染してもいい大丈夫な場所なんてないので、どこに行っても気をつけていただきたいんですけども、はい、まあとはいえね、経済全体的には大変な状況であることは間違いないので、だから程よく、程よく出ましょう、程よく、そうですね、よく分からない、若干というとあれですけど、うん、もうどんどん今でも広がってるんですよ、うん、感染者の数もどんどん増えてるんですけど、ね、爆発的に、うん、なんだろう、これ、ネズミ算的にっていう言葉がいいのかどうか分かりませんけど、どんどん増えてるかっていうと、まあまあまあ、どうなんだろうっていう、まあ、政府の見解もいろいろですけどね、これね、公共の電波なので、あんまいらんこと言いませんが、言えませんが。はい、はい、まあ、なんとかね、はい、ビール飲んで聞きたいなと思うぐらいですけど、そういうことですね、うん、CM がいきますか、行った方がいいんじゃないかなと、CM 行った方がいいんじゃないかな、バーンのビールが仕入れれたら、買えたら、まだ発売、これ飲みたいぞ、されてたら、じゃあラジオ聞いたで、ファズさんで、そう、ラジオで聞いたというと、
定価608円のところをちゃうわ販売価格1000円言わなくていいっすよ手使ったけどもラジオ聞いたっていうと、うん、バーのビールが仕入れ変 えてればまだ売ってれば、うん、まあ全ボルが飲んで売り切れましたって言わすんでしょまあそういう人はファズさんは店やってるんですかやってますよ営業、はい、あじゃあ、はい、細々と細々とやってるらしいので、はい、あの程よく行ってあげてください程よく行ってあげてくださいということで一回 CM 行きましょうファズの CM を聞いてください、はいコータンさんのノンアルが止まらない朝日ドライゼロスパークアウトドアにスポーツの後にいろんな飲みたい瞬間にペットボトル入りノンアルコール朝日ドライゼロスパーク長者町ダイニングバズ佐藤あつしのワイルドでいこうランちゃんあのバーン読み漁りながら勉強になるでしょ今ね勉強してます欲しいもんいっぱい出てくるでしょ、うん、なんかこれ見たらだってこれ ACDC なんだろうこれお酒ねお酒これ何だろうねアーティストが記念ボトルかなんか出したやつですねきっと中身何でしょう、うん、このねこのモーターヘッドみんなウイスキーだと思うんですよあこれなんかこうシーバスリーガルっぽい感じの、うん、あそうですねボトルなんですけどそうなんですねはいちょっとこれ見てましたメタル系のお酒揃えるだけで楽しくなっちゃう、はい、5150さんに行ったら何本か置いてあるかも あるかもありそうじゃないありそうありそう小川さん集めていらっしゃりそうありそうかもキスの時もありましたからねああったあったんで見に行かなきゃうんアイアンメイデンとかもあったんだよな忘れたけどということでここからはですねはいはい、テイクオンミーアーハじゃなくてLA メタルで行ってみたいと思いますが、はい、僕もさっき言ったニューロマンティックカルチャークラブカジャググデュランデュランとか好きな一方、ね、LA メタルもそうなんだよね、うん、騙されたとはちょっと言いませんけど、はいはい、ランちゃんこの番組俺と一緒にやりたいって言った時にラット好きなんだよスイートチーターアツシさん知ってるよとかって一生懸命言ってたんですけどただ何回も言ってますけど僕はジャンル偏ってないだけであって僕は何でも聞きますよまあそういうことですね何でも聞きますだからもちろん LA メタル大好きということで僕とランちゃんが、はい、じゃあやりますか番組ご一緒しますかっていうきっかけにもなった、はい、ラットの中から、はい、ランちゃん選曲でこの曲を、はい、ボディートークいやいいわやっぱり久しぶりに聞きましたかっこいいなやっぱりうん俺スティーブン・パーシー大好きなんだよね、うん、こんな声ちょっと出ないけどね、うん、あの昔、うん、友達とかバンドとかいろいろやってなんかこうまだコピーみんなねウォーレンのギターの人はウォーレンのこういう弾き方を真似して弾いてました、うん、あのなんとあの1周目のマチョッパノさんも、うん、ラットというかウォーレン大好きなので、みんな真似してたんでよくやってましたよ一緒にえ一緒によくやってましたよあラウンドラウンドやったりとかしてましたねなんかピック持つこの指が俺ギタリストではギタリストは何でもないけどこのさもう指がつりそうなぐらいこう3本の指がこうやってみんなこうガーッて引いてきたっていうイメージがすいません僕ドラマなんでよくわかんないんですけどあそうかギターこうやって弾く人もいる普通こういう人が多いです、ね、ああこうグーで握って、はい、ギター人もいないのにこんなエセトークでギター人誰もいないのに、うん、まあラットも今ねいろいろ、まあ、メンバー交代したりとかいろいろ裁判やったりとか大変でしたけど、はい、まだ頑張ってやってらっしゃいますので期待したいと思いますし、うん、まあ双璧というとあれですけど、うん、LA メタルをね一緒にこう盛り上げていたモトリクルがなんと復活というニュースも昨年ありましたんで、はいはい、また来ますね絶対来るでしょうね、はい、本当にただね
みんな無料にしてくれるのか、言ってましたね、ミックバーズさんが本当に無料招待してやるって言ってた、ごめんなさいって言ってた、ごめんなさいって言ってた、まあ、でも当時はそれぐらい、うん、もうありえないっていうことで解散したはずだったんですよ、うんうん、ごめんなさいって、まあ、そんなもんかそんなもんかっていう、うんうん、まあでも僕楽しみにしてますよ。いやいや、それはもちろん嬉しいですけど、キスもご一緒したんで、もっとリブご一緒できるといいですね。そうですね、そうですね、そうでございますね。ラットが来たらこれまた一緒ご一緒しましょう。はいはい、お願いしますと言いつつですね、はい、次は元リでもなく、ボンジョビでもなく、ボンジョビでどっからボンジョビが出てきた。いやいや、 LA だから、あ、そう、 LA じゃないか、ボンジョビは一応 LA メタではない、あのあれ東海岸の方、そうですね、ニュージャージー、ニュージャージーで、冠さんに言わすと、怒られますよ、ボンジョビはヘビーメタルじゃないとかってヘビーメタじゃないって、まあまあまあ、そんなことではボンジョビ、あ、そうか、ボンジョビね、ヘビーメタじゃないですね、確かに、ね、じゃないですね、まあ、ハードロック、ハードロックですね、かなって、ハードロックです、はい、とこですね。で、僕そのね、今から流すんだ、僕も好きだったっていう、ポイズンっていう僕はこのポイズンのドラムのリッキー・ロケットが、はいはい、こうガキデカ帽みたいなのをかぶってた、あの警察みのこうポリスキャップ、分かる分かる、こういうやつ、とんがったやつね、とんがったやつで、僕その昔ライブやってる時もう真似して、うん、こうガキデカ帽をかぶってこうピンで、はいはい、頭が取れないようにピンで止めて、あの学生帽がでかくなってるんですよ、そう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 、あれはこれかぶってやったんですけど、うん、これマジで、リッキー・ロケットが、うん、あ、ポイズンのドラムのリッキー・ロケットが、うん、はいはい、あのそうやってやってたんで、僕真似してやってた覚えがあります。で、影響されましたっていう、懐かしの、じゃあ懐かしのポイズンでいきますか、はい、これも特に僕大好きなんですけど、ポイズンでホーリーエンジェル、佐藤あつしのワイルドでいこう、スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町第二、まず佐藤あつしのワイルドでいこう。で、次はですね、今年の1月からかな、1月からからちょっと僕のっていうか、僕の週の乗っ取られましたね。10分間乗っ取られた、ね、このジングルも作っていただいてるシン君が所属じゃないな、一緒にやってるセブンスの愛子ちゃんの、僕らのね、ボーカルの愛子ちゃんのね、はい、もうコーナーをくれと、やっていいよと言い出して、くれと、ランちゃん10分ちょうだいって言われて、10分ちょうだいって言われて、うん、まあしゃあないな、いろいろお世話になってるしというために、もう何だかんだ言って可愛がってますから、はい、10分あげましたっていう、そんな愛子ちゃんの、こちらから迫った愛子の上等じゃねえかというのコーナーを、じゃあ10分流してあげようかな流してあげようかな、じゃあ愛子ちゃんお願いします。セブンス愛子の上等上等上等、このコーナーは名古屋市名東区星ヶ丘駅徒歩7分、星ヶ丘のオアシスロックバー UK の提供でお送りいたします。セブンスアイコの上等じゃねえか、私アコースティックロックユニットセブンスボーカルのアイコと申します。このコーナーではワイルドでいこうをお聞きの皆様へ、私がおすすめしたいアーティストとの対談や音源をオンエアしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、上等じゃねえか3回目、本日のゲストは名古屋市公認ポップアップアーティスト川本雅文君に、川本雅文です、喋らせてくれない、どうしよう
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。川文君とはね、ライブが一緒になることが多いということで。セブンスは大変。僕が呼んでばっかなんですけど、ありがとうございます。いやいやいや、呼んでいただいてありがとうございます。はい、ますセブンス一回しか呼んだことない。川文君、もっと呼んでください。じゃあかしこまりました。よろしくお願いします。かしこまりました。まあ、何気にね、一緒にいる機会が多い川文君ですけども、はい、めちゃくちゃね、川文君ってね、歌とギターが上手いんですよ。めちゃくちゃ上手いんですよ。いやいや、全然もうだってね、愛子さんに言われたらさ、そう、愛子さんのもう8分の1ぐらいですよ、僕の声量の。じゃあ私は力任せなだけなんだけど、でギターって言うけど、うん、セブンスさんの、ね、それはね、先輩がね、シンさんがね、先輩がもうあんなことやられたらもう僕いつもシンさんのこと考えてますからね。シンさんならどうやってギター弾くだろうって本当に考えてますからね。まさかのここで BL ネタが聞こえると思わなかった。いや、BL ですよ。あのお聞きの皆様に分かりやすく説明しますと、 BL というのはボーイズラブということでして、ボーイズラブはね見てます、ボーイズラブとか。どうですか。まあ、なんでしょう、若干私は腐りかけな人間なんで。不女子あ、腐りかけ意外に見てんの。腐りかけ BL とか。いやいや、そういう話題が好きなだけで腐りかけ、うん、ハマってはない。そうなん、でも BL って男同士チュッチュするんだよね。ちょっと待って、あの音楽の話からだいぶずれてちょっと待って、これ音楽番組そっかそっか。ゲストの話題いきましょうか。ゲストの話題、私男性アーティストの曲って、うん、あ、この人本当好きって思わないと、うん、なかなかこう聞き込んだりとか曲覚えたりとかないんですよ、うん、私は、うんうんうん、だけどまさか、そうそう、川文くんの曲は私結構覚えてるし、うん、そうそうそう、いや俺知ってるよ、割と俺リハとかしてたらさ、うん、どことなく完璧なハモリが聞こえてくるからまさかと思ったら愛子さんが口ずさんでくれてたっていう ね、 ふわふわ、ね、素敵。いや俺もセブンスの曲は結構口ずさんでますよ。嘘だ、聞いたことない。あのお風呂入ってる時とか、うん、なんか好きなもの一緒なのかなって僕思う。あー、どうなんだろう。なんか歌とか僕思う。誰作ってるんですか。シンさんですか。シンさんがもうほぼほぼ作ってくださってて、多分好きな音楽とか近いんだろうなって思います。そう、近いんだとしたら多分先輩だと思う、ね、そうそう、うん、私が曲作るときは本当に偶然の産物というか、ぐちゃぐちゃで出来上がったものをシンさんがまとめてくださってるぐらいの感じなんで。愛子さんどういうの好きな曲。私ヘビーメタル育ちだもん。あ、そうなの、うん、知らなかった。あとはもうほぼほぼあの J-POP、 あーザードとかスマップとか光源氏、うん、光源氏聞いた。めっちゃローラースケートとか買ってもらってたぐらい。あ、俺もローラースケートやった同世代だもんね。そう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 、同世代。いや僕実はね、同世代ミュージシャンっていないんですよ。いないね、この年頃っていない。いないいないいない、なんでだろうね。あのね、ちょうどねこの年頃って結婚して子供産んでの時期だから、みんな音楽やめてんのよ、この年頃って。結構わかる、うん、もう結婚したとかっつってさ、インスタグラムで子供生まれたっつって、みんなね、みんなやってるよね。そう、年が近い人みんな遊んでくれなくなる年も。遊んでくれない、全然遊んでくれないマジで遊んでくれないし、英語も見に来てくれないしっていう。ちょっとなんか住む世界がそう、なんかいつまでそんなことやってんのって言われちゃう年頃だからさ、ね、私たちの年頃って。そんなもん一生やるわって話してる、ね、うん、まあね、川文くんのことが大好きなファンの方々はきっとたくさんいて、うん、きっとこの放送も聞いてくださってると、まあ、4人ぐらいはねマジで、私は多分ねセブンスより多いよさすがだねなので、そんなリスナーの皆様のためにも、あとまあワイルドで行こうをお聞きいただいてるハードロックヘビメタル好きな方々に向けて、ちょっとね、うん、川文くんの曲を聴いてもらいたいと思うんですけども、うん、聴いてください、ぜひ、うん、今日かける曲っていうのは決まってますか。はい、決まってますよ。決まってますか、はい、じゃあぜひ川文くんの素晴らしい音楽を皆様に聴いていただきましょう、はい、曲紹介をよろしくお願いします。お願いいたします。川本雅文でワンダーランド、よろしく。君とシャボのワンルームで刻まれるワンセットきりのベルが鳴り響いてる。やるべやるべだけどストイック、覗き込めばほらもう口づけ逆さま、君をもっと強く抱いて愛し合いたい、夢みたいな風
たちが内緒にしてる危険な番中は強欲が蝕んだ心マネーの匂いがした。何もかもがどうでもいいって氷の山に揺れる俺の下心なんだか胸が鳴るこんな夜は手を取ってワンツーステップで踊りましょう。もう我慢はいらない興奮状態から見合う情熱のバンジージャンプ Oh yes。 岡のオシスロックバー UK。 このコーナーをお聞きの皆様へお得情報です。星ヶ丘ロックバー UK にてこの後発表します合言葉をお伝えいただきますと、カクテルまでのドリンクを1杯無料で提供させていただきます。ただしイベント開催時の提供は除外とさせていただきます。ご了承ください。今月の合言葉はノンタンです。もう一回言います。今月の合言葉はノンタンです。皆様ぜひ星ヶ丘ロックバー UK へお越しください。よろしくお願いします。川本正文くんでワンダーランドお聞きいただきました。ありがとうございます。本日もセブンスアイコの上等じゃねえかお聞きいただきましてありがとうございました。本日のゲスト川本正文くんでしたが、何か告知ございますか？4月4日のですね、はい、ヒートソウルパーティーっていうイベント出ます。ヒートソウルパーティー、はい、はい、名古屋ラットホールです。7組出ますんでね。お、結構たくさん出ますね。結構ね、有名どころの大先輩たちと一緒にやらさせてもらいます。バンドでやりますね。バージョン B っていう、はい、エレキギターかき鳴らすパターンですね。楽しみですね。であと5月の22日ですね、誕生日ワンマンライブっていう、はい、おーバースデー、36歳なんですよ。おめでとうございます。もうええおっさんですね。もう 今のうちに言っておきます。おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶ枕がおじさんの匂いがしてきたんですけど。じゃあ4月4日、うん、ラットホール、はい、5月22日はどこですか？スリースター、今池スリースター、はい、はい、皆様ぜひお越しください、はい、お越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、4月5日のセブンスフューチャリングナインスのミュージックファンも皆様ぜひよろしくお願いいたします。 ね、それではまた来月お会いしましょう。あいこでした。バイバイ。バイバイ。はい、セブンサイコさんありがとうございました、はい、川本正文さんもラッドでも予定されてるみたいですし、はい、5月22日バースデーライブって言ってましたね。行きましたね。ぜひまた皆さん聞きに行って楽しんできてくださいませ、はい、ということで、セブンさんも4月5日ミュージックファームライブやりますと、はい、おっしゃってましたが、なんとですね、はい、4月7日の日、さすがセブンスって感じですけど、4月7日の日に、はい、ニューシングルをリリースされると、はい、これ実は、ね、エンディングでかけていただいている Get Wild という曲なんですけども、はい、まあ元々はジングルからスタートだったので、そうそうそう、ジングルからスタート、番組で最初にねかけたりCM のデイリーでかけたりしてますけど、ジングルからスタートした曲ですけれども、これ曲になっちゃったと、曲になりましたという感じで作っていただいたので、それがエンディングでかけましょうということで、はいはいはい、今年1月か3月までワンクールですかね、エンディングテーマとしてかけさせていただいているので、今日も最後にかかる予定なんですが、はい、その前にね、朝
あちさん、なんだっけ、そうなんですよ、何したんだっけ、何したんだっけ、そうなんですよ、曲になったところで、まあ、しんさんからですね、ぜひあの淳さん歌ってみませんかと言われて、無茶振りされてね、そうなんですよ、あの時ランちゃんも一緒にいましたけど、やれやれみたいな感じで、やれやれ、って言って、でエンディングに毎週かけてるので、うん、まあ、ジングルでも先ほどもかけましたし、ああこの曲淳さん歌うのねというふうに聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、これ淳さんの歌ってるバージョンが、はい、今これ公共の電波に乗って流れちゃうって話？今から流しますか？俺ね、うん、ごめんね、正直どっちでもいい。どっちでもいいの？いやでもせっかく、え、ちょっと待って、愛子ちゃんバージョンはこれ発売するでしょ？4月。発売する。うん。あの淳バージョンは発売は発売というか、これね、あの両 A 面シングル。あ、そうなの？両 A 面なのと思うんですけど。あ、じゃあ何？裏っていうかレコードじゃないから。まあ2曲入ってるんですけど、はい、セブンスさんが歌ってるいつもエンディングの曲と、うん、それを僕が歌ったバージョンも。もう入ってるの？入ってるんですよ。いらなくても、どう、いらなくても絶対入ってる。いらなくてもついてきちゃう。だからセブンスさんファンの皆さんごめんなさいって。いらなくても入ってるんだ。しかもですね、これあの、淳さんハードロックヘビーメタルがお好きですよねということで、はいはい、セブンスさんなりに、うん、好きなにいじくりますんで言ってくださいって言われて、はいはい、じゃあ いいの言ってって言って、あ、ただなんかあれね、なんかいろいろぐちゃ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 、そうなんですよ、こうじゃないああじゃないっていう、でさっきのね愛子さんの上等じゃねえかっていうコーナー名も、うん、曲の中から撮ってるのがあったので、はいはい、これ変えていいのかなどうしようとか思いつつ、変えたの、変えちゃいました、あらまあ、だから上等じゃねえかっていう歌は僕は歌ってません、あれ、じゃあ全く別の曲になってるってこと、全く別ですね、あら、まあ、イントロから え同じ曲みたいな、え、じゃあ曲名はいじりすぎだろうっていう、曲名は一緒なの、ゲットワイルドなわけ、一応はい、フューチャリングアツシ君バージョン、あ、そうなんだ、なんですけど両 A 面ね、両 A 面ね、俺 A 面じゃないと思うんだけど、じゃあアーシャとかも撮ったわけ、撮ってないですよ僕、あ、アーシャも撮ってさ、はい、ジャケットに入れてもらわなきゃ、それ、番組で使ってる写真かなんか載ってるんじゃないかなと、あ、そうなの、ね、ジャケットが出来上がってくるのはまだ見てませんけど、まあ、あ、セブンスのお二人いろんなところで告知もされてますんで、はい、4月7日発売ということ で、 そうです、ね、僕が入ってることはちょっとまあ横に置いといてですね、横に置いとくのだ、はい、楽しみにしてもらいたいなと思うんですけど、うん、なんと今日は特別に、特別なの、特別？特別に流すの？僕にはちょっと拷問に思います。拷問ね。いやね、これ聞いてる人も、でもまあね、多分買わない人はこれを聞いてまあ満足してもらえれば。あ、そうですね。うん。はい、あ、でもいかんわ。愛子ちゃんたちの売り上げになるからやっぱ買ってもらった方が。セブンさんのために、ために買ってください、やっぱりやっぱりこんなことして遊んでもらっちゃいました僕、はい、そうなんですね、ということでセブンスのお二人には多大なる迷惑をかけながら迷惑なのか、なぜかちゃちゃっとできてしまった、迷惑なのか、迷惑じゃないですかね、まあどうだろう、まあ、分かんない、わがままを聞いていただいてありがとうございました、うん、セブンスさん的には頑張ってヘビーメタルに近づけていただいて、あら、まあまあ、ハードロックぐらいかな、ハードロックに仕上げていただいたんじゃないかなと思いますって、うんうん、あの曲がどうなったやねんって、あ、ちょっとね聞きたいです、聞いてみますか、はい、ちょっと僕もねまだ聞いてないんで、これあのじゃあ歌ってみますかって言ってる時に、うん、あの最後はロングトーンにこだわったんで、淳さん最後ロングトーンでお願いしますって言われて、あ、そんな、あ、じゃあまあ分かった一回やってみるわって言ったらそれ一発 OK みたいな、あ、本当、はい、じゃあちょっと聞いてみたいね、これね、聞きますか、はい、じゃあちょっと自分で紹介してよ、自分で紹介してよ、ということは、うん、セブンさんの奏でます、うん、ゲットワイルド、はい、フューチャリング淳バージョンで聞いていただきましょう、はい、どうぞ、常識なハイキーハイキー
い奴らの遠吠えを踊らせろ Get away Keep your place With a fear With a fear Start it back Here we go Life is only Getting shorter Keep throwing stones at yourself Like a monster Like a違う曲じゃん。ね。ね。でもね、良かったよ。良かった良かった。マジで。うん。思ったより思ったより良かったと思います。これ年末年始あたりでね、新さんとちゃちゃっと作業したんですけど。あら、すごいすごい。もう本当にいろいろとあれ変えてこれ変えてここ付け足して曲まで変わってしまって、うん、よくやっていただいた。ことで、はい、でこれ朝はこれ生でライブでやらなきゃね。やりますか、うん、やらないでしょ。いやいや、やらない、あの僕ドラムやらないよ、やらない、僕ドラム叩いてあげるので。叩いてあげるので偉そうに上目線で。いや、シンさんが余計、いやいやいや、シンさんがいいよって言ってもやらない。やるやるということで、あの、はい、本家セブンスさんのゲットワイルドもかかってまいりましたが、はい、お耳汚しの後はこの曲を聴きそうかな。良かったと思うよ、僕は。良かったですか。良かったですよ。まだ引っ張りますか。良かったですよ。これでもう、うん、きっと二度とかけない。そうなの。かけるの。
いや、かけようよ、面白いから。面白いからかけようよ。やめてね、4月のエンディングそれいいかも。やだよ、うん、いやいや、いいんじゃないのかなって思ってしまいます、僕は。ということで、セブンスの2人とはですね、はい、今後もいろいろ楽しませていただければと思いますけど、4月5日にミュージックファームでライブやるって言ってもね、そうですね、本家本元の方を聞きに皆さん遊びに行ってみてください、はい、あ、出ないの、あちゃん出ないの。出ないっすよそうなのか。見に行っただけで歌わされそうじゃん、うん、見に行ったら歌わせそうだねじゃあ次の曲はとか言って、うん、ナイス、はい、ということで、はいはい、今日もセブンスのセブンスのゲットワイルドを聞きながらお別れとなります。はい、よろしいですか。よろしいですよ。じゃあ今日はこの辺でおいとましましょう、はい、佐藤敦のワイルドでいこう。汗をかいたグラスにはほどほど興味も失せた頃、熱苦しく奴らがわめく理想論に釘